悲しみ誘うミッドナイトこぼれる愛をちょうだい黄色いリンゴをかじってる君は人知れず大人になるため息色して迷い込む愛を探して生きてる申し訳ありません。なんか帰ってきたの、よしこ。ちょっと手伝ってくれる？今のうちに。今のうちってこういうことだったんだ。そういうことなの。見事にお客さんいなくなったね。いつもなら今日は急ぎの用があるんでしょ。はあ、なるほどね。半年ぶりだからね。ただいま。あー、兄ちゃん見事な不幸っぷりね。相変わらずね。ただいま。自転車だね。どこ行くんだい、山田。え、いや、ちょっとかい。あ、梨村、大丈夫か？ごめん、急ぐから。よう山田。田口、なんで傘なんか。いや、そろそろ必要かと思ってな。なんで？だってお前が通るから。ほらな、備えあれば憂い。じゃあ急ぐから。お前は侮っていたようだな。まだまだ。
やっぱ近い方がいいや。いつもならこの道を通るとろくなことないけど、急いでるし気持ちいいし、今日はなんとなく大丈夫そうな気がするし。今日は何もなかったな、この道。さて、もう一息急ぐか。あっちゃー、見事にパンクしてるな。カインチまで行ければなんとかなるけど、こりゃ無理だな。とバケツバケツ、あ、それと水はどっかに。急いでる時に限ってこうだもんな。っていつものことか。あ、そっか、天地先輩の家で。って誰もいそうにないな。よっと。なんか聞こえるような聞こえないような。気のせいかな。何この耳にキーンとくるのは。ガーガあ、大丈夫？どこか痛くない？はい。そう、よかった。ごめんなさいね、まさか誘導用のビーコンがないなんて考えもしなかったから。慌てて急制度をかけたけど、今度は下に誰かいるなんて全く予想外だったから、もう焦った焦った、滝の汗ダラダラ。でもって君が池にプカプカ浮いてんの見た時、もうほんと下手すりゃやべ、やっちまったと思ったけどさ、大慌てて飛び込んで、おかげで服もびしょ濡れ。でも君なんともないなんて、これまた丈夫な肉体だね。よっぽど天地くんに鍛えられてんの。え、が、て天地先輩のお知り合いですか。そういえば体中生傷だらけだしね。あ、でも衝撃波で何ともないってことは、訓練ぐらいじゃ傷になるはずないものね。ああ。ってことは、この傷は涼子さんや彩香様の巻き添え傷？それにしてもあの二人の喧嘩に巻き込まれて、この程度で済んでるとなると。君、GP に入らない？ああ。GP はいいわよ。働きながら技能免許も取れるし、福利厚生も結構ちゃんとしてるしね。いろいろ見聞ってやつも広まると思うし、残業とか休日出勤の。お手当も結構つくし。あの、それって。ごめんね。もっと詳しく説明したいんだけど、あんまり時間がないの。ってさっきから私一人で喋ってるみたいだけど、まあそれはさておき、このパンフレット読めば全部わかるわ。そうさせてください。はい。それじゃあ私はこれで。よっと。あ、そうそう。これこれ、天地くんに渡しといて。つうか君名前は？セーナ、山田セーナです。セーナくんか。じゃあね、セーナくん。あ、ちょっと待ってください。あなたは一体。私はアマネ、アマネカウナック。またこれか。一体が、一体何だったんだろう。あ、そうだ。
パンフレット。さて、もうすぐカインチだ。もうひと踏ん張りだ。セイナちゃん、どうしたの？その自転車。ちょっと途中でいろいろあって。相変わらず元気そうね。はい。さあいらっしゃい。カイが待ちくたびれてたわよ、セイナちゃんを。はい。大丈夫ですよ、このくらいの傷。ダメよ、ちゃんと消毒しとかないと。セイナ、この自転車直しとこうか。直せるのか、カイ。やってみるわ。ほら、我慢。すいません。また少し背が伸びたんじゃない？そうですか。育ち盛りだもんね。いや、それほどでも。セイナ、修理も少しかかるから風呂入っていけよ。いいよ、うちで入るから。入ってらっしゃいよ。なあ、大事なそれが消えちゃうのは嫌でしょうけど。なんだこれ。しかもいつの間に。でもそのまま帰るのもどうかしらね。キリコさん、よかったわ。セイナちゃんはこんなにいい子なのに巡り合わせが悪いから心配してたのよ。半年も会わないといろいろあるものね。キリコさん、バーカ。女の人たちと出てモデルが美人で。とこれからセイナちゃんにはいいことがたくさんあるわよ。幸せになってね。だから胸がバーグレット。無駄だって。ああなったら姉貴は人の話なんか聞いちゃいないんだから。そうなのか。で、誰なんだよ。何が。相手だよ、相手。相手も何も天地先輩のとこのお客さんからパンフレットを。パンフレットをもらうとキスマークがつくのか。そうじゃないけど。そうなんだってば。俺にも言えないのか。俺にそんなことあると思うのか。いいから風呂入ってけよ。池で溺れて助けてもらったんだよ。なるほどね。まあいいから風呂入ってけよ。信じてないのか。いいから風呂入ってけよ。信じてっからさ。かい、お前がそんなやつじゃないってことは誰よりも俺が知ってるからな。すまないな、俺のせいで。それも分かってるよ。でも姉貴はな。なんでこんなことになっちゃったんだろうな。気を失ってたからだろうけど。セイナちゃん、タオルここに。セイナちゃん、カイ来て。セイナちゃんが咳をしちゃって。どうしよう、カイ。すいません、お土産まで。自転車直ってるだろ。私の手作りだから大したものじゃないけど、よかったらお母さんとヨシコちゃんにも食べてもらってね。はい。あの、さっきの口紅のことなんですけど。せーな、弁解は無駄だってば。姉貴ならまだしばらく行くから、ゆっくり誤解解けや。ああ。またね、せーなちゃん。はーい。気をつけて帰るのよ。あいつの場合気をつけても無駄だろ。はーい。大丈夫ですよ。ほら、ケーキも。バカ。GP パンフレット。
なんだ今何か。あ、見てない見てない、俺は何にも見てないってば。何なのよこれ。わかんない。わかんないってだってお父さん、ん、なんでできてんだろうこれ。さあ21世紀だからね。何のパンフレットだろう。倉敷のチボリかな。新しいアトラクションの案内かしらね。んなわけねえと思うけど。ほら、名前とか書いて持っていくと何かくれるのかしら。きっと美人のお姉さんとかがいらっしゃいますとかさ。ボールペンボールペン。それシャーペンよ、こっちこっち。あまね、違う違う、さん、カタカナで書くのよ。え、ああ、はい、よく書けたわね。あとは母音だけね。何やらせるんだよ。よっしゃ。ちょっと何を。ああ、何かもらえるかもしれないんだからね。くあ、うん、くあ、そんな、うん、せっかくここまで書いたんだからさ。いやだ、なんか気持ち悪い。いいから黙って押しなってばさ。頑張れお母さん。お嬢さん応援してるよ。そんな勝手な。俺の母音は俺のあー、ナイスよよしこ。イエーイ、お兄ちゃんの母音もらった。好きにしてくれよ。もうきっと物がもらえるよね。ラッキー。物だ物。物ってなんだ。でもいいや、ヤッホー。物物物物。なんだかなんだかわかんないけど、これを見せて説明すればキリコさん一緒に。キリコさん見えます？あれが新しいアトラクションの GP ですよ。 GP、まあ、なんだかよくわからないけど素敵よ、セイナちゃん。あ、よし、明日は学校から直でカインとこ行こう。そんでもって今日はもう寝よう。あ、スリスリ、ペラペラ。やめてよ母さん。ほら、え、うわあ、あの、ここは、あなたは？気持ちいいですか？僕のコブ狩り。あ！おはようございます、山田聖奈君。私はただの案内人です。案内？ここは一体？ GP アカデミー入学、おめでとうございます。GP 入学？何ですかそれ。これ君の名前、君の字ですね。あはあ。これ君の母音ですね。あはあ。はい、これで説明不要ですね。君は GP に入隊したのです。それってあの時の。でも入隊ってちょっといきなりすぎません？大体俺学校もあるし家族に何も。いや、ご家族からは快諾をいただいてますよ。えメッセージご覧になりますか？では5秒前 4、3。 なんだ今から丸のカテープ。お父さん回ってる回ってる。お父さん、お母さん、よしこまで。せいな、お前は俺の息子だ。山田家の長男としていい感じに成長した。もう大丈夫だ、 OK だ。よしこです。映ってる。これ何ですか？ビデオメールですよ。出発前のものです。出発前の。あって、実はね、セーナ、いつか言おうと思ってたんだけど、お前の治療費やら入院費やらでうちの家計はかなり苦しいんだよ。どういうわけかお前がいるとお客さん来ないし。あ、ケーキ。よしこも今度中学だろ。いろいろ物入りでね。それにほら、そろそろ店の建て替えも本格的に考えなきゃいけないし、お前が家族思いの子で本当に
子とケーキ。それはキリコさんが俺に。だ、父さんまで俺の、俺のは残しといて。だ、母さんも食べたんだな。クリームついてるぞ、クリーム、クリーム、クリーム。こっちは心配いらないから、偉くなるまで帰ってこなくても。母さん、早く早く。もうちょっと、あと一行読めば終わるから。それから仕送りだけは忘れずに送っておくれ。ああ、疲れた。じゃあね、お兄ちゃん、私たちハワイ旅行当たったの。お土産はいらないよね。じゃあ。俺は一応反対したんだぞ。じゃあな。まだビデオ回ってるんじゃない？いいのよ、編集で何とかしといてくれるだろうから。さあ、早くしないと飛行機に乗り遅れるぞ。感動的でしたね、セイナ君。それでは業務の説明。帰る。え？帰る。断固帰る。返してください。ケーキも食べてないし、こんなことで納得できないよ。そう言われましても。なら自分で帰ります。駅どっちですか？セイナ君、GP って何のことか分かってます？え？G はギャラクシー。P はポリス。なんかよくわかんないけど面白そうだし、まあいっかなんて思っていたら、え、海賊？次回天地無用 GXP 警察と海賊。悲しみさそうみんなこぼれる愛をちょうだい。黄色いI'm not afraid to die.
ではブリッジへご案内いたします。 GP の詳しい説明などもそこで。はあ、なんかこう宇宙船の中って感じがしませんね。あら、そう？あ、え、あ、あ、これで少しは宇宙船らしくなった？すごい、すごすぎる。なんかこう本当に宇宙って感じ。地球のある太陽系はここですよ。地球？うわあ、テレビや写真で見るよりずっと綺麗だ。変わってるでしょ。この船は輸送艦なので居住区が狭い分、いろんな機能を兼用させているんですよ。ああ、内装メーカーの技術者が悪乗りしましてね。おい、こんなところにこんな機能がいるのかっていうものまで詰め込んで大変ですよ。助けて。特に二次元洗濯機銀河渦潮なんて役に立ちませんよ。洗濯しすぎ、脱水、乾燥まで全自動と言われましてもね。ギャラクシーポリス。我々銀河連盟の警察機構 GP は銀河全体の 60% もの宙域をカバー、日々その平和を守り続けています。銀河系最高のテクノロジーと高度な教育を受けた隊員たちはいかなる犯罪者にも屈することはありません。そして GP の活動は宇宙空間だけではなく地下や海底などありとあらゆる範囲まで及びます。平和な生活を脅かす犯罪者から人々を守り続ける GP、 その活動は幅広く評価され、様々な国から無数の勲章を授与されています。しかし犯罪の取り締まりだけが我々の任務ではありません。人々の明るい笑顔を守る、それが GP の任務なのです。何？マジックホーン！さあ、あなたも GP の隊員になりませんか？今なら最新の装備を一式と、ちょっとしたパーティーでも使えるおしゃれで便利なマジックハンドを漏れなく支給。さあ、君も GP へ。お問い合わせは下記の番号まで。気軽にアクセス、アクセス。うわあ、すごいなあ、GP って。セーナ君。あ、はい。ようこそ、ギャラクシーポリスへ。ギャラクシーポリス入隊を歓迎します。よろしくお願いします。0302、エネルギージェネレーター出力動機、安定しました。エンジン加圧順調です。内圧バランス、異常なし。貨物室の空調正常、積み荷に異常はありません。超空間ジャンププログラム起動。超空間ジャンププログラム、ロードします。超空間ジャンプって、ワープのことですか？ええ、まあそんな感じのものです。すごい！そんなことが本当にできるんだ！何期待してるんだか。エネルギー出力120まで上昇。130、135、140。座標設定、ポイント G26380。すごいぞ、そりゃもうすごいぞ。あんたってワープだもんな。って早く座らないと危ないですよ。そうですね。プログラム完了。超空間ジャンプ始動。10秒前。8、7、よし来い。5、4、3、2、1。何ですか？ジャンプっていつやるんです？もうやってますよ。いつの間に？カウントしてたでしょ。でも、なんていうか、すごい衝撃があるとか、映像がぶれて妙なものが見えたり見えなかったり。ありません。シートベルトをこんな風にぐるぐる巻きにするとか、大ショック防御とか。必要はありません。無意味に服が脱げちゃったり、口に出して言えないような現象が。これっぽっちもありません。なんだ。
セイナ君、大丈夫ですか？嘘つき、こんなに大きく揺れるなんて。違います、これは同空間上にエネルギー反応感知。ニアミス、エネルギー質量比から大型の戦闘艦と思われます。緊急離脱。心配しなくても大丈夫、よくあることなんだから。ミトト様、こんなところでニアミスなんて確率何千億分の1もありません。じゃあ大当たりね。現在位置と船体被害の状況は？予定航路から外れています。セール部にわずかな損傷はありますが、航路復帰は可能です。セイナ君、少々時間がかかりますがご心配なく、部屋に戻って休んでいてください。でも大丈夫です。大切な荷物を無事に目的地まで届けることが私たちの使命ですから。これ本当に地球と通信できるんですか？向こうの姿も見えるわよ。ただ地球だと受像機がないからこちらの姿は見えないけどね。はあ、そうそう、地球への通信は電話番号の頭に4989をつけて。シクハック。何かあったら呼んでね。私はブリッジにいるから。シクハック。はい、マサキです。カイカ、俺セーナ。セーナ？なあ、キリコさんは？出かけてる。俺よりお前、いきなり学校辞めて今度はどこの病院に入院した？そんなんじゃないって。それより俺今どこにいると思う？まあ元気そうならいいや。どこ怪我したか知らないけど、まあ気ぃつけろよ。カイ、みっともないからジャージに手突っ込んで直接尻かくなってキリコさんにも言われてるだろ。あ、どこだよ、どこに隠れてる？別に隠れてなんかいないって。見えてるんだよ。見えてるだと？ここか。さては。おい、カイ。こっちか。カイ、ここか。おい、ここだな。もしもし、ここだ。カイ君、後でかけ直すか。そうだ。出てよ。いないはずないだろ。おい、もう父さんでも母さんでもよしこでもいいから出ろってば。せめてキリコさんを。はい、お待たせしました、山田商店です。もしもし、俺だけど。は？どちら様ですか？だ、俺だってば。キリコさん来てるんだろ。あ、お兄ちゃん元気？こっちのみんなは元気だから。忙しいから切るね、バイバーイ。あ、こら、よしこ切るな。キリコさんいるんだろ、代わってくれ。キリコさん？ああ、いるいる、よくわかったね。いいから早く早く代われ。はいはい。キリコさん、キリコさん、お兄ちゃんから電話なんだけど、出てやってくれない？もしもし、レーナちゃん？うん？もしもし、キリコさん？ただいま第1級非常事態が発令されました。よってこの回線の通信を遮断させていただきました。なお非常事態解除まで通信はできません。繰り返します。第1級非常事態？はあ、綺麗だな。ガーッ！なんだ？なぜこんな中域に続けられるんだ？鉄艦接近、追いつかれます。降伏する？ダメです。この船にミトト様が乗っていることを海賊たちが知れば、それこそ大変なことに。敵艦との距離6800。サブ機関のエネルギーも全部メインに回してくださいな。しかしそれでは攻撃システムに影響が。どうせこの船の兵器では勝ち目はないんでしょ。こ
この船は GP の中でも屈指の輸送船ですものね。じゃ、逃げましょう。はい。エネルギーネットに備えて艦首のシールドを強化。シールドレベルを最大にします。何が起こってるんですか。海賊が威嚇射撃をしているんですよ。海賊、まさかそんなのが本当にいるなんて。だからこそ我々ギャラクシーポリスが必要なのです。今は逃げるしかないんだけどね。303-448電動回路遮断、副機関のエネルギーって、うわあ、通信がオンになってます。じゃあ会話は続け。やだ、私何か変なこと言わなかったかしらね、え海賊さんたち。早くオフに。やっと気づいたようですね。もう遅いわ。エネルギーネットの用意、減速させたところでいつものやつをぶち込むんだ。大丈夫、大丈夫。進路前方にエネルギー反応。え？エネルギーネットです。前方にエネルギーネットが展開されました。収束回避。了解。ブレイク成功しました。よし。ああ、前方に次々とエネルギーネット展開。減速します。そんな。後方の敵艦よりエネルギー反応、セカンドレベルの反応が3つこちらに向かって接近しています。あ、衝撃に備えてください。ああ、着弾確認。艦内にラットが侵入しました。トラップ作動。ブロック5を突破。早い、新型か。ブロック2捕獲、ブロック3突破。ブリッジに向かっています。大丈夫、こっちだって新型だ。起動予測プログラムバージョン 9.2 ってあるかしら。3つも前のやつですよ。処理はあちらの方が早いし、やってみてくださいね。俺って役立たずだ。排除スピードが急激に上昇。65、77、まもなく90を超えます。制圧は無理か。機関部に集中、足を止めろ。0305電動回路持っていかれた。ラット排除完了。エンジン出力低下、120、100を切りました。海賊艦接近、追いつかれます。かなり危険な賭けになりますが。それしかないわね。え、ランダムジャンプ用意。え、3番通路結晶ジェル充填、エネルギーバイパスにしてください。は、あ、了解。エンジン出力上昇、いけます。海賊艦なおも近づいてきます。発砲確認。殺せって。よし、ランダムジャンプスタート。無茶しやがる。よほど大切な宝らしい。おい、よそや。えい、お任せを。ランダムジャンプ完了しました。現在海賊と敵の位置を確認。待ってください、後方空間にエネルギー反応感知。え、まさか。敵艦がジャンプしてきます。ジャンプ終了、目標艦確認。いい仕事してるぜ。目標艦再びジャンプしました。今度はどうかな。何度ジャンプしようと無駄なことです。連中のランダムジャンププログラムの最新版の解析は済んでますからね。
それに今度は後方エネルギー反応。ダメだ、私は安全な航行のための訓練しか受けていないから航路を読まれやすいんです。ランダム航路の設定はそれ専門に訓練を受けなきゃならないんですものね。それじゃあどうすれば。そうだ、セイナちゃんに航路を決めてもらったら。なるほど、セイナ君なら素人だから。俺が。そうです、ランダムに航路を入力してください。お願いします。お願いします。やめた方が。目標、再びランダムジャンプの体勢に入りました。何度やっても同じこと。まもなくファーストジャンプ終了。通常空間に出ます。いきなりニアミス。セカンドジャンプ終了。またか。サードジャンプ。次のジャンプを。エンジン出力低下。ランダムジャンプは無理です。重力波感知、さっきの船です。あらあら、大変。これって運が悪いんだよな。敵艦近づいてきます。え、捕まりました。数が多すぎてブレイクできません。目標の捕獲に成功しました。我々が最初に見つけた獲物だ、他の艦に奪われるな。了解。なんだあれは。戦闘は GP のおとり艦でしょうか。だとすればうちにスカウトしたいくらい優秀ね。砂漠にばらまかれた宝石が袋に集められて置いてあるのを見つけた気分だわ。一体どうやって。今展開させている艦隊からは海賊発見の知らせはありませんが、瀬戸様、目標艦を含めデータリストに該当する船全艦揃っています。全艦撃滅船用意、一隻たりとも逃がすんじゃないわよ。いいか、他の連中に先越されたら全員ボーナスなし。何事だ。高重量波エネルギー反応感知。エネルギーと出場機から王家の船と思われます。なんだと。緊急離脱。艦の制御ができません。ノイズに混じって古い一般公開法による通信コードがすごい出力です。古い銀河公開法のコード、まさかトリプル Z か。全動力量緊急凍結、エネルギー伝達路も全てだ。生命維持も止まってしまいます。構うな。一切の攻撃回避撤退行動もするな。周りの艦にもコードダルマーで命令しろ。急げ。各艦からも即時停戦命令。一体何が。トリプル Z は三日神の撃滅宣言、ジュライの鬼姫のジェノサイドダンス。助かったんですか。そうですか。三鏡よりこの中期の全艦に通信が送られています。全艦に通。我が神木瀬戸ジュライの名において海賊行為の現行犯であなたたちを捕獲します。神木瀬戸ジュライ。ジュライの鬼姫だ。鬼姫。
あ、いや、その今私が言ったことは忘れてください。お願いです。もしかしてものすごく怖い人とか？ジュライはわからないですよね。この銀河で最強の軍事力を持った大国の裏の最高権力者と言われているお方なんです。とても楽しいお方よ。そんなことを言えるのはミトト様だからですよ。メカガミ、ジュライの鬼姫。中央に浮かぶ木の船三鏡、そして銀河最強の軍事力を持つ大国の裏の権力者神木瀬戸、一体どんな人？次回天地無用 GXP ジュライの鬼姫。